長村木式。目が疲れてきますと、まぶたを開けるときに使う筋肉というのは目のこの奥にあるんですが、とても小さい筋肉なので、それが疲れてくるとおでこの筋肉ですとかを使って代わりにまぶたを開けようとするんですね。疲れてくればくるほどおでこにシワが寄りやすくなりますし、ここが凝り固まってくるとだんだんとまぶたがこう開けづらくなってきますので、目が重い感じ、目が小さく見えてくるような感じにもなります。まずグーにしていただいて、ここの平らな面を使います、はい、これをいいですか、眉毛をちょっと持ち上げるような感じで、はい、拳をクッと当ててください、はい、でこのまま肘を机についていただいて、はい、グーッと頭の重みをここに寄りかかっちゃってください、はい、そしたらこの寄りかかったままの状態で小さく外側に円を描きます。こういう感じでちっちゃくていいでしょ。そしたら今度は少し1センチだけ外にずらします。はい、最後こめかみのあたりまでいきますよ。生え際のあたりまでですね、はい、1、2、3、4、5。はい、じゃあゆっくりお顔上げてください。どうですか、ちょっと視界が楽になる感じわかります？はい、